あ、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。それではですね、まずカン・チュンドさん、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、カンさん軽く自己紹介お願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。新陽 FP オフィスのカンと申します。今日は皆さんありがとうございます。私は一体誰かと言いますと、ファイナンシャルプランナーの事務所を自営しております。ちょうど18年前に独立開業いたしまして、資産運用に特化した、FP ファイナンシャルプランナーとして活動をしております。で、今日のお題とも関連するんですが、特にインデックスファンドを用いた、継続しやすい投資というのを個人の投資家の皆様に、啓蒙するっていうことを第一義としてずっと活動をしております。そんなところですかね。 ありがとうございます。それではスライドをお願いできますでしょうか。まずですね、ご存知の方も多いと思うんですが、菅さん、そもそもインデックス投資とは何か、はい、でインデックス投資なんでいいのかというところから教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、今日お越しの皆さん、インデックス投資聞きなじみがない方もおられるかもしれません。インデックス投資というのは平たく申し上げると平均に投資するということでございます。平均というと難しく聞こえますが、例えば皆様学生時代の時に3年 B 組の男子の平均身長ってありましたよね。別に体重でもいいんですが、たくさんの人がいれば身長なり体重なり平均がございます。それと同じように株式の市場とか債券の市場、あるいは不動産も平均値というのが存在するんですね。まあ、皆様よく一番ご存知なのが日経平均株価という市場の平均値でございます。インデックス投資というのはその市場の平均を買う、平均点を持つという投資ですので、一番大きなメリットは誰にでも分かりやすいというところだと思います。そして分かりやすいっていうことは、例えば皆さん、日本の場合、日本の株式市場の中で個別株買っておられる方多いと思うんですが、じゃあ外国の株はって言った場合に分かんないじゃないですか。たくさん国もあるし、だいたい外国の会社知らないし、そういう時に外国の市場の平均を買うという視点を持てば、一挙にインデックス投資が身近に感じられると思うんですね。で、ごまかしがあまりできません。あまりというかごまかしは全然できません。なぜなら平均値というのは誰にでもどこにいても分かりやすいように日々算出されているものなので、先ほど申し上げたように分かりやすい投資が可能になる、これが一番のメリットじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。まあ、要するに平均に投資するので、マーケットの中で自分だけ負けちゃうってことがまあないわけですよね。そうなんです。平均を買うっていうことは平均以上は取れないんですが、平均以下にもならないわけなんですね。ここがすごく眼蓄が富んだ、すごく深い意味合いがある。平均を買い続けることでいつでも市場全体のリターンを得られるっていうのが、実はインデックス投資の隠れた威力だと思います。まあ、それに対してですね、ファンドマネージャー、運用担当者の方が、タイミングとか銘柄選びをするのがアクティブ型と言われる投資信託なんですが、これ見ていただけると分かりますように、こう上がですね、これ2017年3月まで10年間の平均なんですが、青がインデックス型投資、これ年率のリターンですね。で、赤がアクティブ型です。で、日本株の投資信託を見てもインデックス型が勝ってますし、海外株の投資信託を見てもインデックス型が年率のリターンで勝っているんですね。
菅さん、なんであのプロが選んでるはずのアクティブ型が負けやすいんですかね。これは実は単純明快なんですね。皆さんこんな風に考えてみてください。この会場 C に100人の投資家がいるとします。皆さんお一人お一人が他社を出し抜いてより高いリターンを求めて銘柄を探してるんです。皆さん全員ですよ。皆さんが一生懸命銘柄を探せば探すほど平均を超えるのが難しくなるってイメージできますか。なぜならインデックス投資家は皆さんが頑張った分を全部総取りしちゃうんです。アクティブ投資家が頑張れば頑張るほど市場の平均に近づいてしまうというパラドックスが起こるんですね。なのでこのような成績、統計が出てきやすいということが言えると思います。ありがとうございます。今おっしゃったのはですね、頑張ればアクティブ投資家が頑張れば頑張るほどそのアクティブ投資家全部ならせば平均に近づいちゃう上に、で投資信託って持ってるとコストがかかりますから、はい、でアクティブ投資家投資信託というのは頑張るんで費用が高いわけですね。で投資信託の費用という投資信託の成績は、運用の成績から費用を引いた後なので、菅さんが今おっしゃったように成績自体が平均になってそれから費用をどんどんアクティブ投資家はこう調査するからたくさん費用かかるわけですね、うん、毎年持つ費用を信託報酬と言いますが、それが引かれてしまうの でインデックス型投資は信託報酬が安いわけですね。そうなんです、うん、ここ皆さんちょっと分かりにくいかもしれませんが、仮に日本株に投資を行うアクティブファンドが運用チームの皆さんが自らの目利き力で銘柄を探します。例えばコンビニ業界いかがでしょうか。ファミリーマート持ってます、上がったのでファミマを売ってローソンの株を買おうか、いや広島のポプラの株を買おうか、じゃあ運用チームの一人が広島のポプラの本社に行って代表取締役に会ってこいとか出張さすわけですね。あるいはその他のコンビニの会社の会社リサーチもさせるわけですよね。すなわちコストをかけてより株価が上がりそうな会社を探す。アクティブファンドというのはこのような経費がかかっちゃうんですね。ところがインデックスファンドはどうですか。ファミマもローソンも広島のポプラもセブンイレブンも全部最初から持っちゃってるんです。望みに乗って会社訪問もしないんです。なのでインデックスファンドのファンドを維持するコストというのは低くなるんですね。今おっしゃったようなことがですね、これ日本だけでなくて海外でも見られるわけですね。だいたい5年から10年持っていると、まあ、投資信託アクティブ型投資信託の7割ぐらいが、まあ、市場の平均に負けてしまうというのがこの右の方ですね。これちょっと文字見にくいんですけど、上一番上が日本 で今日1時間のうち最後の20分はアジアの、指数の話、アジアの指数をインデックス型投資でどう投資するかという話をしますが、これ海外でもですね、やはりこのインドとかブラジルとかチリとか、はい、これはですね真ん中を 50% を超えればアクティブ型がこれ勝った比率なんですね。 50% を超えれば勝ったアクティブ型が多いということなんですが、日本に限らず他の新興国でもですね、やはりこれ5年間の成績なんですが、アクティブ型は結局その費用の負担をなかなか成績の良さで取り返せなくて、50% を切っちゃう、負けるケースが多いという、そういう結果が海外でもまあ見られるということです、はい。で今申し上げた費用がどんだけ大事かということなんですが、これはですね世界株に連動する投資信託に、1990年から投資していた場合、毎年かかる費用信託報酬といいますが、それの差でどれぐらい大きな成績がつく出るかということなんですが、
今日例えば後半でご紹介する、日経アジア300のインデックス型投資の信託報酬、これはあの持ってる間中毎日チャリンチャリンと引かれるやつですが、年率 0.3% ですね。で年率 0.3% ですと、これ世界全体の株価に連動する過去の実績ですが、100万円が854万円になっているんですが、仮にですねアクティブ型の平均、世界株に連動するアクティブ型の平均って年 1.7% ぐらいなんですが、そんだけ費用をかけると590万円ぐらいに、費用の差っていうのは長期ではものすごく大きな差になってしまうということなんですね。おっしゃる通りですね。これ皆さん単に 1.4% 差があるということではないんです。このグラフよく見てください。 0.3% だけ取られるパターンと 1.7% 取られるパターンというのは、時間が経てば経つほど複利的にリターンの差が広がっていくっていうのがお分かりになりますか。つまり長期で投資を捉えれば捉えるほど継続的なコストの違いが大きな結果の違いとして生じるということなんですね。それぐらいインパクトが大きいですよね。今おっしゃったようにコストの差がむちゃくちゃ大きいんですが、この信託報酬はですね、皆さんが投資信託を買うと金融機関に入るわけですね。そうですね。なのであれですか、アクティブ型を金融機関進めやすい。だって金融機関さん収益が多い方が嬉しいじゃないですかまあそうですよね、うん、まあこれビジネスだからしょうがないわけですけどね。そうですよね皆さんはその辺を自覚的でおられる、そういう必要性がございますよ。信託報酬というのは自分のお財布から直接的に払っていないのでご負担が極めて意識されにくいんですが、毎日毎日365日で割ってファンド資産から超薄切りスライスチーズみたいに引かれてるんですよ。これを覚えとかないといけませんよということです。今あの費用の話をしましたが、要するにインデックス型を投資していればこう安い費用で平均的なリターンが取れるわけですが、こう世界全体あるいはアジアとかですね、あの成長するマーケットに投資をしていれば、まあ平均でも結構いいんじゃないかという話ですよね。確かに平均っていうとあまり儲からないようなイメージ抱かれてるかもしれませんが、平均でもなかなか大きなリターンに過去なってきているというグラフでございます。これはあの一番左が1980年ですが、これ緑の面は世界全体の GDP の合計ですから経済規模ですね。だから世界全体の経済は過去も大きくなっていると、まあ、今日も話が出ますがアジアとか新興国は人口がどんどん増えているわけですね。で黒い線はあの世界の全体の株価に連動する、まあ、日経平均株価の世界版みたいなやつですが、株価なんでこうリーマンの時とかはドカンと下がるんですが、まあ、長期で見ればあの世界の経済の成長に連動するわけですね。そうですね。ただ菅さん、あのそういう平均ということはまあリスクもあるということですね。あ、そうです、うん、あのインデックス投資、インデックスファンドでよくある誤解というのが、インデックスファンドを買えば安全でリスクがないんでしょというような、ご理解をされるお客様もおられるんですが、市場平均を買うということは市場リスクを背中に背負うということでございます。例えば2008年のリーマンショックが起こった年に株式のインデックスファンドを保有されていると時価総額、いわゆる時価としては約半分になっちゃってます。マイナス 50% です。ですので相当なリスクを負うというのがインデックス投資であるという、ここは注意が必要ですね。そうですね。あのただアクティブ投資であればそれを防いでくれるかというとそれは分かんないわけですね実際2008年のリーマンショック時には私のお客様が保有された投資信託を拝見すると、インデックスファンドよりもアクティブファンドの方がより大きな下落に見舞われていた、
そういったケースの方が多かったです。そこでではですね、下落しそうな時にじゃあマーケットから逃げちゃえばいいのかというとですね、予想通りにはなかなかならないわけです。それがこの下の赤い点線ですね。これ80年からですから460ヶ月のうちですね、わずか上昇率が高かった10個の月ですね、10個の月にだけ、投資していなかったら儲かり方は、4割弱ぐらいに減っちゃうんですね、はい、つまり株価って上がるときにキュイーンと上がるので、その時にマーケットにいないとダメなわけですね。そうなんですね。これが一番難しいですね、田村さん。そうですね、皆さんマーケットが上がっているときにマーケットの中にいたいですよね。でもマーケットが下がっているときにはできればマーケットから離れたいと思っちゃうんです。離れることはすぐできるんですね。でも戻るのが最も難しいんです。逆説的な言い方になりますが、マーケットが一挙に上がるときに市場の中にいるためには、この例が示すようにマーケットが悪いときも我慢して市場に居続けないといけないんです。まあ、我慢して市場に居続けるためには、まあ 低コストでずっと持ち続けられるインデックスというのが、まあ一つの手段だと思いますが、今低コストで持ち続けられるインデックス型を使って、まあいろんな制度ができているんですが、その前に皆さんバフェットをご存知だと思います。銘柄選びの神様と言われるバフェットですが、実はバフェットが自分の会社の株主さんに毎年手紙を書いてるんですが、よく言うのがですね、俺は銘柄選びできるけど普通の人は難しいと、でも心配しなくていいと、普通の人はインデックス型投信を買って持ち続ければいいというふうに銘柄選びのバフェット、神様バフェットがこう言っていて、バフェット遺言で奥さんにですね、自分の遺産の9割はアメリカのインデックス型投資を持てと言ってるわけですね。そうですよね。母さん、ちなみに遺言奥さんにそういうことはなさってないですよね。私はですね私事で恐縮ですが、妻にインデックスファンドの積み立てをぜひしようよって言って、妻がそれを始めるまで10年かかったんです10年、母さんですら。で、今は私と同じようにインデックスファンドの積み立てを私妻ともども続けております。 ありがとうございます。田村さんの家はどうですか？私の妻もやっぱりインデックス型というと平均じゃつまんないわねと言ってやらないですね、はい、あ、そうなんですか。なかなかこのインデックス型を分かってくれるまでにやっぱり時間かかるということですね。今後に期待しましょう。そうですね。で、今ですね、こういろんな制度がインデックス型投資を主に使って税制優遇の制度がだいぶ広がってます。ちょっと時間がないんで、ごく簡単に菅さんご説明いただけますか？今日お越しの皆さんの中で左側の個人型確定拠出年金イデコ、あるいは企業型の確定拠出年金って入っておられる方、ちょっと右手を上げていただいてよろしいですか？ありがとうございます。3割強の方入っておられますよね。結構入ってらっしゃいますね。これは国が定めた年金制度の一種でありまして、自分の責任で金融商品を選んで老後のために自分年金を作ろうという制度なんですね。で、特に個人型確定拠出年金イデコの方は、皆様が掛け金を出すとその掛け金が全額所得控除となって所得税とか住民税が返ってくるんですね。すなわち節税効果に非常に優れた制度でございまして、こちらの方を例えば投資信託を買わなくてもですよ、イデコにお金を拠出し続けるだけで節税になるというのが一番大きなメリットだと思います。ありがとうございます。で、今年から始まったのが積み立て NISA ですよね。そうですね。これはどうですかね、はい、積み立て NISA は金融庁が定めた税制優遇口座でございますが、
皆さんの1年間に拠出できる枠が40万円ですから、月に直しますと3万3000円程度なんですが、資産形成層の方がこれ期間が20年ございまして、コツコツ積み立てて20年運用して投資した投資信託が利益が出ていた時に売ると利益が非課税になるんですね。これ皆さん大きいですよね。積み立てNISAというのはもう文字通り積み立てて長期的に利益を得ていく。でこれもいわば皆さん自身が自分のために自分年金を作るというのともうまさしく同じだと思います。で今はこういう両立てで使えるようになったというのが田村さんすごいですよね。そうですね、あの積み立てNISAと2014年からあった一般NISAはこれ同じ年にはどっちかしか使えないわけですが、はい、あのまあ、若い方であればですね、はい、あの積み立てNISA一つの特色はですね、あの金融庁が投資信託を選びまくっちゃったんですね。そうなんです。あの要するに投資信託はですね9割ぐらいはあんまり使わない方がいいコストの高い投資信託だったりするんですね。だから金融庁は怒っちゃったんですね。一般NISA 14年からやってたんですけどすごい割高なものをたくさん売り上がってというのが怒っちゃって、で積み立てNISAは150本ぐらいに金融庁はこう絞っちゃったわけですね、はい、で投資信託6000本ぐらいある中の150本ですから、そのうち9割ぐらいが低コストのインデックス型投資信託なんですね。つまり金融庁がコスト安くて長期の資産運用に向いてる、はい、だから投資信託選びに自信ない方はもう積立NISAで選ばれている投資信託を選べば、まあ、あんまり間違いないという、そうですね、ことですね。商品が絞り込まれているっていうことをメリットとして感じていただきたいんですね。あと個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の商品ラインナップも中にもインデックスファンドはございます。ですので私のアドバイスとしては確定拠出年金の方もインデックスファンド、積立NISAの方はもちろんインデックスファンドを選んで 低コストの長期分散型運用をされるのをお勧めいたします。なるほど、ありがとうございます。あのすみません、ちょっと戻るんですが、あの今日菅さんもインデックスの投資を進められていますが、必ずその全部インデックスにするという必要はなくて、うん、ただ資金の中心部分コアの部分は低コストでなるべく分散して、あの、まあ、資金の一部でより多く儲けたいときにアクティブ型とか個別株をやればいいんですが、大体こう日本人の場合逆になっちゃってるわけですね。そうですね。でご相談案件で多いのが、日本は日本株個別株やってられる方がインデックスファンドに興味がある、その際には日本は個別株でもいいです、しかし外国株式、具体的に言うと日本を除く先進国株式はインデックスファンドで保有されれば国地域の分散、そしてリスクの分散が可能になりますので、ぜひコアサテライトという分散の仕方を実践してほしいですね。あのこれ日本あの年金とかですね長期資金の運用もだいたいこういうコアサテライトの考え方でやっていますですね。でですね、あの今の状況なんですが、菅さんちょっとあの、はい、状況説明していただけますでしょうか。はい、皆さん例えばアメリカすごく景気がいいっていうのがなんかニュースとかでも伝わってきますよね。失業率がどんどん下がっていって賃金が上昇してきています。今アメリカの市場では皆さんよくご存知ですよね、アマゾンとかグーグルとかフェイスブックとかアップルとか一部のハイテクの株が牽引していますが、ちょっとマーケット的に長く上がりすぎだと私は思います。そうですね、資本主義経済は必ず好景気と不景気を繰り返しますから、そろそろマーケット的に下がり始めるということが私はあり得ると思います。
過去アメリカの戦後の景気拡大の平均ってだいたい5年なんですが、今回もうすでに10年目に10年です入ってます。10年で過去この赤いところが景気後退なんですが、景気後退の前に必ず起きてきたのはこれ10年ものの金利と2年ものの金利の差なんですが、このゼロから下になって、この右側の軸で見ていただきたいんですが、ゼロから下になっているということは2年ものの金利が10年ものより高くなっている。こういうことが起きるとですね、だいたい1年ぐらいして景気後退で株もクラッシュする。で今だいたいこの差が 0.23 まで来ていますので、下手すれば年内か来年早いうちにですね、景気後退の前兆である長短金利の逆転が起きるかもしれない。なるほど。ではつまりそうすると景気後退ってここ数年のうちには景気後退と株価クラッシュが来るかもしれない中で投資はしちゃいけないということなんでしょうか、菅さんの。株価が下落していきます、皆様投資しませんか。私は逆だと思うんです。株価が下落して始めたからこそ積み立て投資という形でインデックスファンドを定期的に買い続けていく、この定時定額投資に投資妙味が逆に出てくると思うんですね。なるほどなるほど。つまり定時定額ですから安くなった時にはたくさんの量を買えるわけですよね。そうなんです。田村さん、突然ですが、はい、毎月1000円だけリンゴ買いましょう。はい、皆さんも一緒に買ってくださいね。毎月1000円リンゴ買うんです。7月8月9月3ヶ月にわたってリンゴ買いました。7月はリンゴ1個の値段が500円でした。いくつ買いましたか。2個買えますね。2個です。8月同じリンゴが1個250円に下がりました。何個買いますか。4個ですか。4個ですよね。そして9月リンゴの値段が少し上がって1個400円になりました。1000円だといくつ買えますか。 2.5 個ですかね。そうです、うん、皆さんここまで大丈夫ですね。7月8月9月1000円ずつリンゴ買って、その時点でリンゴを売ったら皆さんは儲かりますか損しますか。3ヶ月でリンゴいくつ買いました。7月は2個、8月は4個、9月は 2.5 個、全部足すと 8.5 個です。そして9月、今のリンゴの値段はいくらですか。400円です。ということは計算式簡単です。 8.5 個かける400円、3400円なんです。皆さんここもっと驚くとこですよ。3ヶ月で費やしたの3000円でしょ。でも皆さん今リンゴ売ったら3400円で売れるんですよ。これが積み立て投資の本質なんです。毎月1000円だけ投資信託を買う、投資信託の値段が500円の時は2口しか買えません。でも8月になって投資信託の値段が250円に下がれば、同じ1000円の積み立てで何口買えるんですか。4口買えるんです。これでマジックが分かりますよね。下がった時こそ投資のチャンス、これが積み立て投資の不思議なんですよね。まあ、それが起きたのがまあ日本株ですよね。これあの青いのが日経平均株価で、89年末に 38,915 円からどんどん下がりまして、アベノミクスでちょっと戻ったんですが元に戻ってないわけですね。でもこれ 毎月1万円ずつこれに連動する投資信託に投資していたら、これオレンジ色が累計投資額です。で点線が資産ですね。でまだ最高値の 6,1 割にしか戻ってないんですが、こう安い時にたくさん買ってますから、こう資産はすでに累計投資額の 6,1 割もすでに儲かっているという結果になるわけですよね。さっきのリンゴの話で言いますと、ここそしてここ日経平均株価が下がった時こそ同じ積み立て金額でここたくさん口数が変えている、それが成績に貢献しているということですよね。まあ、これはですね、配当抜きの
株価で計算してますから、はい、実は投資信託を買っていれば配当の分も入りますから本当はもっとたくさん儲かっていますが、それにしてもですねやっぱり27年かかってピークの6、1割の日経平均株価だとですね、まあ、こんだけしか儲かってないわけですね。なのでですねできればもっと幅広く、より高くもともとの株価が上がる地域もしくは世界全体に投資するということが、大事ということになりますですよね。はいはいはい。で、まあ、例えば一つの例がアジアですが、はいはい、菅さん、はい、この日経アジア300というのをちょっとご説明いただけますでしょうか。皆さん新しい指数なのでまだちょっと聞きなじみがない方が多いと思いますが、まず2016年に日経アジア300指数というのができたんですね。でこの日経アジア300指数というのが皆さんちょっと地図を頭の中で思い描いてみてください。中国、香港、韓国、台湾、インド、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、これが日経アジア300指数に含まれる11の国地域なんですね。で去年2017年の12月に日経アジア300インベスタブル指数というのができまして、これがベトナムを除く10の国地域なんです。さっき申し上げた。で皆さんこのアジアの国々一番近いところに住んでおられますよね。でもちょっと気持ち的に距離が遠い。でも皆さん資産運用の世界では有名な指数である MSCI 新興国株式指数というのがあるんですが、その新興国株式の中でなんとアジアっていうのはもう7割くらいのインパクト、時価総額の大きさを占めている。今から次世代に向けて最も世界の中で経済成長発展性が見込まれるっていうのがアジアなんですよね。田村さん、菅さん、そのアジアは結構旅をなさったと聞いたんですが、やっぱりだいぶ変わってきていますか。全然変わってると思います。さっき申し上げた日経アジア300指数の方、中国、香港、台湾、韓国、インド、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム、これ11の国地域私全部行ってます。あ、全部はすごいですね。全部行ってますで私事なんですが、1991年に23歳の時にバックパッカーで、行ったのと、それから再訪したのはインドには2011年、ベトナムは2010年に行きました。インドネシアも2009年に行ってます。何がすごいかというと、私多分皆さんのお父様お母様のイメージですかね、日本が高度経済成長が始まって世の中が大きく変わったようなことが全く同じイメージでアジアで起こっているということなんですよね。例えばインド、田村さんインド行かれたことありますか。いや、私インドないんです。行きたいんですけれどもないです。私インドに1991年に参りました。ニューデリー首都に行った時に道の真ん中に何がいたと思います。たくさんの牛です。商店の店主がこんな大きなバケツ持って牛のお尻をポッと叩いて向こうへ行けって言ってたんですね。そして男の方も女性の方も皆さん民族衣装です。これが91年です。ところが2011年に再訪してみますと、同じニューデリーに行ったんですが牛がいなかったんです。牛がもういなかったんです。そしてあるカフェに入った時に私はひっくり返るくらいびっくりしました。なぜかというと男女の若いカップルの方がジーンズを履いて手をつないでいたんです。
なるほど。昔は考えられない。なんかインドですとこうドレス着てなんかサリサリみたいなイメージですが、男と女が一緒に歩くなんて91年当時は考えられなかったです。まして手をつなぐなんて。なるほど、なるほど。それくらい世の中が大きく変化して、さまざまな需要が創出されて経済発展につながっていったということなんですよね。なるほど、なるほど。そういう意味ではこれ の, あの日経アジア300インベスタブルシスと日経平均株価、これやっぱりその差、はい、成長するというか変革の差なんですかね、これは。そうですよね。特に資産形成するために国ごとのあるいは地域ごとの違いを見るときに人口動態というのはすごく重要だと思います。田村さん、今日本の人口動態はこんなピラミッド型ですか？どちらかというとその上が重くなりつつありますですよね。釣り金型、うん、で釣り金型でも上の方が非常に人口が大きくなっている。今の日本の人口動態と真逆にいるのが、さっき申し上げたインドでありフィリピンでありインドネシアでありベトナムなんですね。綺麗な三角形なんですね。例えばインドで申しますと20代以下の人たちが全人口のおよそ半分を占めている。すごいですよね。すごいですよね、うん、すなわちこれから学校終わって就職して結婚して家を買って子どものために教育費を支払うという人生の出費がどんどん増える方が予備軍として存在しているということなんですよね。それはやはり日本とえらい違いですよね。はい、皆さん老後資金を何歳まで準備するかと考えますと間違いがですね、平均寿命で考えちゃうことです。うん、平均寿命は男性81歳で女性87ですが、うん、平均寿命というのは今生まれた0歳児があと何年生きるかが平均寿命なんですね。で皆さんのようにそういう死亡率が高い幼児期を過ぎて、生きる方はもっと長く生きます。で今 50% の人が生き残っている年齢が男性だと84歳、平均寿命よりすでに3歳長いですし、女性だと2人に1人がもう90歳まで生き残っています。90歳、うん、でただ2人に1人が生き残る年齢までしか老後資金に備えてないと残り半分に入ると大変なので、4人に1人が生き残る年齢まで老後資金と考えるとですね、これどん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 伸びていってるんで、例えば2050年には女性の4人に1人が98歳まで生きるようになるわけですね。98、つまり奥さんのことまで考えるとそれこそ100歳時代で老後を準備資金を準備しなくてはいけない。そういう老いた日本だからこそ、はい、インドに限らずアジアに限らず世界全体のまだ若い成長力がある国に投資するということが大事ですよね。確かにそうですよね。うん、今60歳の方、例えば自分は投資するのにちょっと遅いんじゃないか、あるいは投資できる期間が短いんじゃないかと思われてるかもしれませんが、今の田村さんのお話によると60歳でも向こう40年あるんですよね。そうですね。実は、90数歳まで男性でもですね、平気で生きる時代になってますので、20年、積み立て投資20年というとさすが長いかもしれませんが、かなりの期間投資は実はできるという、そういうそれほど長く生きるということになっているわけですよね。なるほど。私たちどうしても経済のこととかマーケットのことを見聞きすると今というこの瞬間を最も重視してしまうんですが、例えばアメリカ株式市場が絶好調とか、でも投資の本来的な意味合いというのは長期の時間軸で次世代のことを考えて投資するということではないでしょうか。私は皆さんがこのアジアのすぐ隣にいて日本という国が
一番近いところでアジアの国々に投資ができるっていうのはものすごく大きなアドバンテージだと思うんですね。少しだけ歴史の長い話になってしまいますが、昔アメリカがイギリスの植民地だった時に、イギリスは18世紀19世紀アメリカが植民地から独立国になった後もアメリカへの最大の投資国はずっとイギリスであり続けたんですよね。で、誰が一番メリットリターンを得たか、イギリス人なんですよね。じゃあ戦争、第二次世界大戦が終わって廃墟になった日本に最も投資したのはどこの国ですか。戦争に勝ったアメリカなんですね。実は当時1ドル360円ということはですよ、皆さんがもしアメリカ人だったらたった10ドル投資しても当時の日本円で3600円分株式が買えたんですね。そして廃墟にあった日本に投資をしたアメリカ人は巨額のリターンを得てるわけです。時代の趨勢でいうと今成熟国になった日本の、そして日本人がこれから成長性が高いアジアに投資するっていうのは戦略的に極めて正しいことじゃないでしょうか。そして時代の趨勢でいうとこれは当然のことなんですね。もう製造業で利益を稼いでいく時代じゃないんです。日本という国は投資で大きなリターンを稼いでいく時代にも入ったんじゃないでしょうか。そういった意味でもこういう日経のアジア指数っていうのは時代にマッチした次世代を見据えた投資の形だと私は思います。田村さん、ちなみにはい、この指数の国別とかあと主な構成銘柄ってどうなってるんですか。ね、そうですね、皆様お手元にこのような A4 の一枚綴りの資料ございますでしょうか。アルファベットでアジア300と書いていまして、日経アジア300インベスタブル指数、その後にグラフが載っているこの資料でございます。こちらの資料の裏側を見ていただきますと、裏側にまず右上に国地域別ウェイトというふうに書いてますね。国地域別ウェイト、日経アジア300インベスタブル指数の国地域別ウェイトは中国、韓国、香港、台湾、インド、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、以上の10の国地域なんですね。なるほど、成長力の強い地域なわけですね。業種的にはどんな感じになってますか。はい、この国地域別ウェイトのすぐ下、セクター別ウェイトと書いてあるところに、情報技術、金融、一般消費財サービス、資本財サービス、エネルギー、素材、生活必需品というふうに、順序ごとに書いてますね。個別銘柄見ますと、やっぱりIT 関係が多くなっているわけですね。多いですね。皆様、1位のテンセントは世界最大のモバイルゲームメーカーでございます。サムソン電子、これが第2位になっています。で、中国の銀行とかもあるんですが、7位リライアンスインダストリーズ、田村さんご存知ですか。いや、私これ知らないです。リライアンスというのは、はい、インドではもう一大コングロマリット、さまざまな事業を行っているんですが、私はインドのニューデリーに行った時にリライアンス証券という、日本でいうところのネット証券っぽいんですが、こう店舗があってですね、インド人の方がモニターを前になんかこう株式を買っていたりとかっていうのを見たんですが、このリライアンスインダストリーというのは、田村さん、実は日本でいうと
西武グループの堤兄弟みたいに、はい、ご兄弟でそれぞれがすごい創業者なんですが、ちょっと仲が悪くて別々で仕事してた。あ、仲悪いとこまで似てるわけですね。似てるんです。すごく似てるんです、はい。まあ、このように非常に多様な構成銘柄あるいは業種別で成り立っているっていうのがアジア300インベスタブル指数なんですね。なるほどなるほど、はい。で、まあ、あのアジアに投資できる指数はいろいろあるみたいですが、まあ、他にもまあ MSCI の指数とかもあるわけですね。これ有名ですね、下の方。なるほどなるほど。まあ、これ若干成績違いますが、これはどういうことですか？これはですね、皆様 MSCI っていうのは、アメリカの指数算出会社で、 MSCI のワールド世界中っていうのもありますし、 MSCI のエマージングカントリー新興国株式の指数もありますし、こちらのように MSCI アジア除く日本という指数もあるんですが、日経アジア300インベスタブル指数との違いはズバリインドの組入れ比率なんです。先ほどご紹介したこのペラペラのパンフレットに載っていますが、国地域別ウェイトで言いますと、インドは日経アジア300インベスタブル指数の方は 12.44% と、この MSCI のこちらの指数よりもインドの組入れ比率が高いんですね。ここが大きな違いになって現れていると思います。まあ、いろんな指数があるので、まあ、皆さんご自分の好みでということですね。でちなみにこの指数を使った投資信託ももうすでに何種類か出ているというわけですね。出ています。これが先ほど見ていただいたこのペラペラの紙の、セクター別ウェイトの下の方に、ご参考ということで、日経アジア300インベスタブル指数を利用した投資信託ということで、全部で7本こちらの方には載っていますよね。ここでちょっとそのアジア地域の成長力みたいなものをお知らせしたいんですが、これ、えらい違いじゃ違いますね。すごいですねこれ。これ今の、10カ国合わせた GDP 国内総生産の成長率ということですね。で一番下のオレンジが日本ですね。まあ、要するに這いつくばっていて、最近ちょっと戻ってきてますが、これですね。で黒いのがアメリカの GDP 成長ですね。まあ、アメリカもまあ成長してきてはいるんですが、それよりもハワイ、かなり大きな成長が見込まれているということですね。これは皆さん難しい問題ではなくて、例えば外国人観光客の方、どんな方が来ておられるかを皆さんの身近で見聞きすれば感じることじゃないでしょうか。アジアの国々の人たちの実質購買力が明らかに高まってるっていうのは、例えば東京に住んでいれば最近タイ人とかマレーシア人とかインドネシア人の観光客の方が増えてると思いません？もうなんか地下鉄に乗ってふーっと駅で待ってるとタイ語が聞こえてきたりします。で私のように昔からタイに行って昔のタイを知っている人間から見ると、もうなんか夢のようですね。つまりタイの方々は一生懸命働いて所得水準が上がって購買力が増して日本に観光に来れるくらいお金を持ってるってことなんですよね。なるほどなるほど。これはすごいことでございます。例えばフィリピンの方は出稼ぎの方多くていらっしゃるんですが、年間に母国に送るこの総金額が半端ないんですよね。フィリピンにクリスマスに行かれたら皆さん驚くと思います。出稼ぎに行っている何百万人の方が一斉にフィリピンに戻って家族と一緒にクリスマスを過ごすっ
っていうのがフィリピン人にとっての楽しみなんですよね。ものすごくで出稼ぎに行ってる時はものすごく貯蓄するんです。無駄遣いしないんですよね。あの購買力もすごいと思います。なるほど。まあ、そういうふうにどんどん伸びているアジアも含めて投資する場合ですね、はい、皆さんがこう気になるのは、まあ、アジア伸びているからといって、まあ、アジアだけに投資するとですね、集中投資はなかなか危ないわけですね。で、菅さん、そもそもこういうアジアへの投資はですね、はい、全体の投資額のどれぐらい、はい、何を基準にどれぐらいで考えればいいんでしょうか。はい、これは私の専門である資産運用のコンサルティングにおいて国地域の区分けの仕方、比率の決定っていうのがものすごく重要と考えるんですね。例えば俗に世界を日本以外の先進国、そして新興国というふうに3つのエリアに分けた場合に、一番オーソドックスな考え方は市場の大きさの比率、時価総額の比率で捉えるっていうことなんですね。で、世界の株式市場を100とした場合に、今日本の株式市場の大きさはだいたい8ぐらいなんです。 8しかないんですね、実は。で、新興国が今11、12ぐらいなんですね。そうですね、うん、ということは日本を除く先進国が80を占めている。すなわち市場の大きさの比率に基づくと、日本先進国、新興国というのは8、80、12という比率であるべきなんです。かなり大胆ですよね。まあ、しかしそれが、まあ、理屈的にはまあ正しいということですね。そうなんです。これよく誤解しがちなんですが、まあ、すごく成長していると考えると、そこだけにこう投資をまとめたくなりがちなんですが、はいはい、これ先ほど、まあ、インデックス投資全体の話に戻りますが、これ先進国のこの株価でもですね、こう1980年から今年の7月までで、だいたい42倍になっています。つまりアジアはどんどん成長しますが、そのアジアの成長の恩恵はアジア企業だけが得るわけではなくて、それこそ先進国の大きな会社、まあ、IT、アップルもはじめですね、はい、大きな会社も結構そこで、儲けるわけですね、はいはい、なので先ほど菅さんがおっしゃったように、アジア伸びてるからといってアジアだけに投資をせず、うん、まあ、もちろんこういうふうに先進国の企業もちゃんと時価総額に応じて、持つべきだということですね。おっしゃる通りです、ただ他にも考え方もあるそうですね、はい、もう一つの国地域の分け方は、日本先進国新興国で GDP、 いわゆる経済の規模の比率で見た場合に、日本先進国新興国というのがだいたい日本が10、先進国が55、新興国が35、このイメージなんですね。なるほど。で、新興国 MSCI の新興国株式指数24カ国ありますが、今日ご紹介したこのアジアの国々で新興国株式の中のおよそ7割占めてますので、 GDP の比率に基づいて皆様が資産配分する場合、アジアの株式に 25% から 30% 比率として置くというのは、私はありだと思います。つまり今の時価総額よりも高い比率で持つ考え方もあると、はい、あると思います。それはあれですかね、ややかなり長いスパン、長いスパンですか。時価総額の比率よりも GDP の比率を尊重したいという方は、より長い時間軸で投資を捉えるべきだと思います。具体的には皆さんの息子さん、娘さん、あるいは皆さんのお孫さんの代までこの投資を続けるというイメージなんですよね。本来的な長期投資っていうのは、実は20年30年のスパンです。次の世代を見据えてっていうことを考えた場合に、アジアの株式に投資するっていうのは
私は理にかなってると思います。なるほど、はい、今の話とも絡むんですが、まあ、いろんな考え方あるわけですね、はい、今菅さんが後半におっしゃったように、より成長力の高い市場に投資すると、まあ、何がいいかというと、まあ、これは先進国の例ですが、株価というのは長期的には利益に、連動するわけですね。でより成長力が高い地域であれば、その地域の会社の利益はたくさん伸びますから、はい、株式も伸びると、ということではやっぱり、はい、GDP の成長力が高い地域、 GDP の将来の成長に合わせて今の時価総額よりも多く持つというのも一つの手段なわけですね。私はそう思います。ただ過去10年で見るとですね、新興国の株式は、成績はですね、先進国の株価指数に負けてるんですね、うん、負けてますね。新興国は確か伸びますが、はい、時期によってはですね、やっぱり先進国に負けるわけですね。こう今みたいにアメリカの金利が高くなったりすると、資金がこうアメリカに戻っちゃったりするわけですね、はい、なのでかなりやっぱり長期で見て、はい、しかもばらしておくということがやっぱり大事ということです。おっしゃる通りだと思います、うんうんうん、国地域の分散は分散の一番イメージしやすい形ですが、皆さんに今日ぜひ覚えて帰っていただきたいのは投資時期の分散なんですね。すなわち定時定額で積み立て投資をするということは、先ほどの先進国と新興国の株式の比較で申しますと、新興国の株式はよりアップダウンの振れ幅が大きいわけでございます。より具体的に申しますと、ダウンをして停滞するときは先進国よりも大きく下がっちゃうわけです。それは別の視点から申しますと、積み立て投資にとってはチャンスであるわけでございます。ここを皆様がどう捉えるかで投資で見える景色は違ってまいります。したがいまして、アジア株式含む新興国株式に投資をされる場合は、より長い時間軸プラス投資時期を徹底的に分散させる、この2点が必須だと思います。なるほど、なるほど。今ほとんど出なかった日本株はどうですか？まだ関心ある方もいらっしゃると思うんですけれども、日本株はちょっと、日本株の連動投資に、私は個人的な意見を申しますと日銀が ETF をたくさん買っているのが非常に気になります。気になりますですね。それもちょっと、はい、これからテーパリングといいまして減らすかもしれないということなんですが、はい、ただ日本株27年間悪かったんですが、はい、あれはですね、バブルの時にあまりにも割高になっていて、上がりすぎた、その調整にすごく時間がかかったという面が多くて、うん、なるほど。特に過去5年ぐらい見るとですね、他の先進国と、まあ、そんなに遜色がないわけですね、うん、いろんな考え方あると思いますが、はい、ということは、はい、日本株も先ほどの話ではないですが、はいはい、一部持ち続けるのはまあいいということです。持ち続けないといけないと思います。持ち続けないといけない。市場全体の中で日本株式のマーケットが占める大きさを皆さんの資産配分でも持つっていうのは原理原則にかなってると思います。なるほど、なるほど、わかりました、でちょっとここでアクティブ投資と、はい、まあ、あんまりインデックスに負けることが多いということを申し上げましたが、ちょっと癖を知っていただきたいと思うのは、はい、アクティブ型投資信託が、インデックス型に勝つ時期というのがありまして、大体それはマーケットがいい時ですね、はい、過去2000年以降で日本株のアクティブ型投資がインデックス、アクティブ型投資の半数以上がインデックス型に勝った年を数えるとですね、はい、2005年ですね、不良債権の処理が終わって2005年、株価が爆騰した時、はい、あとリーマンショックの後の2009年10年の株価がガーッと戻った時、おあとは、去年ですね、はい、比較的マーケットが良かった時、右肩上がり、つまりアクティブ型投資はインデックス型よりも、値動きのブレが大きいので、うん、
マーケットがいいときは勝ちやすいんですが、なるほど、だいたい20年で勝ったのが、まあ、今申し上げた5年間ぐらいですから、はい、多くの時期は負けると。なるほど。なのでこれから来年はアクティブマーケットがすごく上がると思えばですね、はい、アクティブ型投資を選ぶのも手だとは思うんですが、まあ、問題はそれが分かんないということですよね。どのアクティブファンドがいいか。そうなんですね。私は田村さんのおっしゃってることも分かるんですが、投資はインデックスで、人生の方をアクティブにされた方がいいと思います。なるほどなるほど、なるほど、はい、なるほど、それの方が理にかなってるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、で結論的にははい、さっき菅さんもおっしゃったように、はい、資金の中心のところはインデックスで幅広く持って、で、ね、で一ただこれには重大な欠点がありまして、退屈だということなんですよね。非常に退屈でございます。あまりやることがございませんし、面白みがちょっと少ないと思います。でも面白みは皆さんの人生の中で見つけていただいたら非常にいいかなと思います。まあ、ハラハラドキドキするのは恋愛でも仕事でもたくさんハラハラドキドキしますから。そうですよね。別に投資でまでハラハラドキドキしなくてもいいということですね。はい、ということでですね、インデックス型は僕もそうなんですが、まあ、やはり菅さんも、はい、まあ、資金の中心は低コストのインデックス型。そうです、まあ、コストの要因はすごく大きいので、大きいです。まあ、長期で持つためにもインデックス型、はい、ただどうせインデックス型で投資するにしてもNISAとかイデコを使って、そうです、まあ、税制優遇のある制度で節税ができます。節税ができるということで、はい、しかも対象は、はい、成長する地域も含めて、そうです、幅広くという、広く、そういうことですね。はい、なんか大体言っちゃいましたが、菅さん最後にまとめの一言何かございましたら。もうまとめの一言はシンプルです。人生をアクティブに、投資はインデックスで以上ありがとうございました。ありがとうございます。